桜木智也くん。僕は先川エナ、こいつの幼馴染。まったく気が弱くて覇気のないやつだけど、仲良くしてあげてよ。授業中でもリンリンとうるさいですけど、教師に怒鳴られてもやめない根性は大したものかもしれませんね。こっちの生真面目メガネは市松かすみ。誰が生真面目メガネですか。私は気真面目にやろうとしているわけではないです。あなたや風花さんが毎回毎回ろくでもないことをしでかさなければうるさく言ったりしません。ねえ桜木さん、そう思いませんか。人たちに捕まっちゃったね。あ、桜木さんってお呼びしてはいけませんか。名字同じなんですから。そうか、それにしても珍しいよね、双子だなんて。あまり似ていないですね。
か？誰だって一度ぐらいは空を飛んでみたいなって思ったことぐらいあるよね。紙飛行機を折って想像を膨らませた。子供の頃のそんな思い出ないかな。考えたことあるんだ。どうして人には翼がないんだろうなって。不思議じゃないかな。こんなにみんな子供の頃は空を飛ぶことを夢に見ていたのにさ、誰も羽の生えた人なんていないんだよね。もしね、ずっと昔から人間が進化してきたのなら、私たちに翼があってもおかしくないと思うんだよ。でもない。なんでだろうなってずっと不思議に思ってたんだ。ともやくんはなんでだと思う？そっか、トモヤならわかるかなって思ったんだけど。空が好きだから。なかったら考えもしない。夢ってそういうもんでしょ。
僕たちの夢の叶えるおまじない。神様、翼に力をくださいって、これが決まり文句。遠くに飛ぶ飛行機に伝えたら空の神様に届くかもしれない。ほら、他人の信念をバカにしないの。神様に願い事なんて素敵じゃない。あなたも十分ロマンチストのようですけど。すればよろしいのでしょうか。あなたをなんてお呼びすればいいですか。知らない人と話すのを見たのは久しぶりです。Thank you.
うるさい人だね、君も。清澄湖なんてあまり来たことないし、風花さんの庭じゃないし、知らない知らない、風花さん全然知らない。じゃあエナさん、ここどこ？分かってたら苦労はしないってば。だいたいさ、面倒なんだよね。面倒なところに住むから面倒なんだよ。僕の家の隣とかだったら分かりやすいのに。塾だって言うし、ないものねだりしてもしょうがないよ。そうだ、交番で道案内してもらおうか。ほら、すぐそこにあるし。交番なのに？地方じゃ結構あるけどね、誰もいないの。風花さん、その歌すっごく腹が立ってくるからやめて。賛成！賛成じゃなくて同意。僕もお腹すいた。
誰が？なに？もう二人とも喧嘩しててもしょうがないでしょ。ねえ、携帯電話とかは？おじさんの携帯なら。おじさん？お父さんじゃなくて？ああ、そうそう、お父さんの携帯ならつながるね。おじさん、私なんだけど。ああ、そういう心配。あのね、おじさん、だから、そう、もうすっごい最高おいしいハヤシライス作る材料を探してたの。それでこんなに遅れちゃったんだ。実は。